どうもこんばんは。ヨーロッパ企画の石田剛太です。ヨーロッパ企画生配信始まりました。先ほどね、なんか待機画面がね、最初の出演者の、今日の出演者の写真がおかしいですね。西村さんが諏訪さんになってたような気がするんですけど、本日の出演者の方々、この方々です。どうぞ。西ちゃんですよね、やっぱりね、今日はね。はい、諏訪さんになってます。おそらく、スタッフのね、作ってくれた方が写真を間違えたのかな。ちょっといろいろね、そういうこともあります。遠目で見たらちょっと似てたのかな。フォルムが。フォルムが。西村さんと上田さんですね。お願いします。よろしくお願いします。今日はなんだか、谷会。谷配信だというふうに聞いてるけれども、この3人っていうかね、はい、この、まあ、西村さんといえば、くらいたびの谷会担当なんですけど、はい、本当にね、いや、今日は素敵な花の咲く谷になると思いますよ。ああ、以前ね、谷でありながら花がね、一輪の花が。西村ね、うん、どうもありがとうございます、今日はもう。なんかもう、西村さんイコール谷会って言われてるように、しちゃん。え、何から暗い旅で、まあそうかな、うん、よよこさんにねもう言われてますよ。そうか、お客さんのね地味会だな。地味会、はい、いやそんなことないですよ。いい夜になると思います。あ、本当ですか。そう、前ね、うん、酒井さんの発明部屋を案内してもらう夜っていうのをやったんですね。はい。でその時に、うん、まあ、ああいう人の仕事場を覗き見るってなんか面白いなと思ったんで、うん、はいはいはい、まあ、それの社会見学シリーズの今日第2弾ですね。なるほど。はい、もう住田さんがイラストを描くのを見守るはいはい、はい、っていうのをやってみます。ちょっとどんな風になるのかね。はい、はい、そう、ヨーロッパ企画ではその役者の住田さんがいろんな絵を描いてくれてるんですよ。はい、そうですね、もうイラストを描いてもらうお願いするとしたらもう住田さんにちょっと。そうなので、はい、そのイラストを描いている画面の様子を見守って、うん、てみようじゃないかという企画です。うん、じゃあ、じゃあ登場してもらいましょうね、早速。はい、住田さんです、どうぞ。住田さん、あ、来た。どうも、お疲れ様です。住田さんはなんか、こういうコロナの状況になっても全く生活が変わらないというようなことを聞いてますが。寸分変わらないですね。さすがでございます、はい、いつもイラストありがとうございます、はい、本当に。まあ暗い旅のねフリップを書いてもらったりだとか。そう、暗い旅のフリップね、例がありますよ、うん、例えばこういう、はいはいはい、はい、出ますでしょうかね。そうか、ああ、うん、そう、うん、これイエゴラスイッチコンテストの旅なんですけど、はいはい、うん、これとかは、あとこれですね、酒井のロボ実験映画を二度と見ないと。はいはいはい。これをいつも、まあ、うん、これあれですね、なんかタッチが違いますね。確かに、確かにね。なんか、あ、これ多分まだ手書きで書いたやつをスキャンしてた気がするな、これ。へえ、手書きだったんだ。多分。つまり、うん、ペンで書いて、うん、はいはい、スキャン。え、今じゃあパソコンで書いてるってことですか。もう今もうパソコンとか iPad で書きますね、これは。へえ、ペンの太さが均一でしょ、こっちは。確かに、確かに、うん、あー、これね、うん、線がねそれぞれ違いますもんね。まあそうなんですね、これは多分限らず、うんうん、まあ、いろんな声をね、住田さんが書いてくれているんですけど、うん、今日はまあそれを書いていただくと。はいはいはい。で、暗い旅で、まあ、せっかくこれ書いてもらうんで、今後、うん、暗い旅でやるかもしれないっていうか、おそらくやるであろう旅を、はいはい、今日はもうここで発注してしまおうっていう企画ですね。あ、もう先にね、そうそう、早めにね、発表される。いつも結構ね、ギリギリに言うことが多いんですよね、暗い旅チームは。ギリギリに言われて、僕も。返事だけするんですけど、うん、当日忘れてることがよくある。あ、俺に書かなきゃみたいな。大体、最速のメールが当日に来て、忘れてたって書いておく。でも、じゃあ、その数時間で書けるってことですか？ものによりますけど、最近はそんなパターンが多いですね。へ、えー。はい。
ちょっと見てみたい。その書いてる様を見るってことよね、うん、じゃあ今日書いていく。そうなんです。なんでちょっと早速ね、発注しようと思う。僕も見るの初めてなんで。生で今書いてもらうってことよね。今まさに発注して、だから杉野さんも知らないです今から言う。知らない。ほう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 。じゃあ言いますね。これ旅の内容は、酒井がない装置を作る旅。あ、なるほど。なるほどね。どういう旅っていうと、酒井君っていろいろこっちが発注したら内装置を作ってくれるんですよ。はいはい。ソウルトランサーとか、次元転送ベルトとか。はいはい。っていうので、酒井君にその内装置を発注して作ってもらおうっていう、旅を多分いずれやるんじゃないかと思うんで、そのイラストをちょっと発注させてください。わかりました。では今から書きたいと思います。はい。じゃあ、ちょっとパソコンの画面を出しますね。これが住田さんの今パソコンの画面だ。これはなんていうソフトなんですか？今僕はクリップスタジオっていうのを使ってます。クリップスタジオっていうのをいつも書いてるんですね。そうそう。これさ、暗い旅ってさ、多分ネーミング重視でやってるからさ、何書いていいかわからんときよくあるんよね。旅のタイトルは面白いけどさ。はい、イメージが。あ、イメージ。だから、なんでしょう、まあ、ベルト的なものなのか、なんかこう。うわ、すげえ、ちょっと書いてる。早い。具体的になんかあればさ、書ける。これも今もさ、ないやつを、ないものを作る。っていうの、本当にそう、確かに、だから、いつもそうか、これからね、作り出すわけですもんね。うわ、でもすごい。早い。こんな風に書いていくんや。これは、下書きみたいな感じですか？これだから、いつもよりしっかりめの下書きをしてる感じがしますね。ちょっとこれ、すごいな、この。すごい、こんな早いんや。ねえ、いや、俺、見たことある、手塚治虫とかがさ、なんか、ファーっと書いてるの。アトムとかをすごい早く書く、こんな早く書くんだみたいなの見たことあって、それぐらい早い。これ今日ちょっと文字はだからちょっと省略しますね。はいはい。イラストね。そうそう、文字もいつも最後に書くってことですよね。こういう絵を描いてくださいっていうのは、その絵の内容は住田さんが全部考えてるんですか？お任せしてもらってるんで。そうそう。今みたいに旅の内容を伝えて。出来上がってくるのを楽しみに僕ら待つっていう。そうそう。うわ、やっぱサラサラと書けるもんなんですね。すごいって言ってる方いますね。これペンタブ？ペンタブ。今日だからちょっとね、いつもと違う。もう最近 iPad が多くて。はいはい。今ちょっとちっちゃめの遠征に持っていくためのちっちゃいタブレットで書いてるんで、ちょっと勝手は違うんですけど。ああ、そうなんですね。うん、まあまあ、でも一緒です。いくつかこう、道具があるんですね。あ、すごい、もう。すごい、もう下書きから、こんな風に。かわいい。かわいくなってく。すごい。初めて見た。そうですか。でも石田さんも割と絵上手な方ですよね。ね、意外と描く方なんですけど。石田さんの絵はすごい写実的っていうか細かい絵ですね。そうね、僕が描く絵はね、うん、石田君の絵はそんな可愛くない絵ですよね。全然可愛くないんですよ。人が邪悪になる絵やから。この部分を抽出する抽出する。そうなん、どうしてもそうなっちゃうんだよ、僕描くとね。住田さんの絵の方がね、可愛らしい感じですよね、なんとなく、ね、丸みがありますもんね。うん、あ、そうそう、西田はね、可愛いもののね、についていろいろこう、暗い旅で企画をやってくれてますけど、はい、丸みがすごいな。丸み大事ですね。めちゃくちゃ可愛いな。迷いないですね、ほんまに。まあまあまあ、書くもんが決まってればって感じですか。もはや可愛いって、石田さんの書く絵も見たいって、ありがとうございます。いや、なんか機会があったらね、うん、ってますよ。そうか。
西さんの顔とかいっぱい描いてますよね、僕もね。うん、だいたいなんかこう心の闇をこう抜き出したような絵になるいやなんか僕も絵得意で子供頃よく絵描いてたんだけど、うん、すごいイラスト絵が描くのがうまいやつがクラスにいて友達が、はいはい、でもうそいつにはもうどうしてもかなわないなっていうので断念してもう描くのをやめたんですよ。そう、あ、それまで結構絵でいこうっていう感じ。そうそう、 絵でクラスの人気者みたいな絵のうまいやつみたいなんで。あ、そう、いましたけどね、そういう人確かに、うん、そうそう、なんか金賞とか取った、うわすごいな、どんどん、あ、え、色塗るのこうやって、色はそうね、これまあ簡単なあれなんで、こうやって塗れるんだ、ペンキツール的な感じですね。あ、ダメじゃん、こう隙間がある、隙間があると思う。なるほど、いや、そうなんですよ、いつもね、おそらく忘れてただろうなっていう返事が返ってきた後、まあまあ早く送ってこられるんでそうですね、そうなんです、やっぱね、この体とかね、足が曲がってるとことかを描けるのが絵の上手い人だなって僕思いますね、うん、まあ、体ね、体が描けないんです、顔しか描けないんですよね僕、まあ、あんま描く機会がないもんね。そうなんです、どうしても顔描いた後首描いちゃうんですよね。で、意外と首ってないんだよね。首ないってことないだろうけど、首あるけどね、首あるんですけど。え、にしては美術とかどうやったんですか？美術は全然、そのだから美術の時間にクレアニメ作ったりしてました。だから立体の方が確かに、あ、そうだ、クレアニメだ、そう、うん、確かにね、そうそう、ね、にしてはヨーロッパ企画に入るときクレアニメを作ってきた女の子として、うん、あの、ね、印象付けられましたから、うん、いや、あの足の感じ意外丁寧にね、足を細かく、顔は簡単に描けましたもんね。顔は結構描いてるもんね、やっぱりね。ああ、そういうこと、そうか、そういうことなのか。あと、あの髪のこの光ってるところ、うん、この輪っかみたいな光ってるところをこう描けるっていうのはもう絵の上手い人だなと思います。そうなんや。いや、思います。ああ、こういうところ、こういうディティールを描く人は絵の上手な人なんだろうなってちょっと尊敬します。確かに光と影をなんかこう描ける人はすごい絵うまいんやろなって思いますよね。そうです、そうですね、うん、思うよね。絵心、ああ、絵心。光ともしかもちょっと違うんですね。ちょっと違うじゃん。これはまあ当たりっていう感じ、ざらっと。いや、この。書きながらも、え、そのいつ考え、アイディアいつしてんのこれ。あ、できた。そのずっと書いてるからさ、うん、そのこういう時間ないの？こう。そういう時間はでも、うん、そうね、今回はなかったね。こうやってる時間。たまにあるけどね、そのタイトルで難しいのがあるとき。ああ、まあこういう配信っていうこともあるから、まあそうか。ちょっと早めに。そうね、まあ、こんな感じですよ。はあ、なるほど。すごい。まあ、そうね、ここに、こう、変な付け加えるかもしれんしっていう。わあ、かわいい。これもフリップだ。完成。何分ぐらいでできたんやろ。え、何分？多分最初僕ら5分ぐらい喋ってたから、10分かかってないんじゃないですかね。素晴らしい。素晴らしすぎる。すごい、すごい、すごい、かわいい。本当に職人、これは職人、山さん。あ、みんな。そうそう、すごいですね。書くコツとかあるんですか、タビ君を。タビ君を書くコツね。バランスで言えば、はい、この目と鼻と目が同じ高さです。これは僕が杉浦茂っていう好きな漫画家さんがいて、はい、昔のオマージュです。へー、この目はね、僕、住田さんが描く目だなと思ってますよ。このキノコみたいな目は。特徴的。これはもう住田さん。杉浦茂オマージュなんですよ、これ僕。え？そうなの？杉浦茂先生の目玉が、まあ、いろんな目玉あるんですけど、まあ、こういう目玉、その昔の
はいはいはい、分かる。うんうん、ディズニーとか、アメリカに、うんうん、まあ、こういう目が多いんで、はいはい。目なんです。はで、これを、これ好きで、うん、これ逆にも切れ見れたらこうなるなっていうので、そこからこれになった。そうなんだ。あ、好きな漫画家さんのイラストから、そうやって考えたんや。そうなんです。自分のね、こう。なんかね、特徴のある目がいいな、確かに、で、初期はもうちょっと頭身がね、ありましたよね。そうそうそう。今回は、うん、ちょっと細かったかも。うん。なんです。いや、すごい。すごい。うん、はあ、あっという間。これね、そう。ちょっと書いてもらって。配信が終わってしまったんで。うん、もう終わったね。あ、サルヒコサスケの先生ですかって質問が。サルヒコ、サルヒコサスケってか、ちょっと待ってね。うん、なるほどな。あ、銀河戦とパンタ君も同じ感じの目。似てるかな、これ。あ、はい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 。うん、杉浦茂先生ね。そうで、これを、まあ、データで送られてきて、うん、A4 に印刷して、うん、ボール紙に貼って収録が始まるっていうのが大体、クライタイムの始まりですね。はい、これは共有をちょっとやめたらいい。共有やめましょうか。そうですね。どうする、もしあれだったらチャットの、ね、うん、方からなんかこうリクエストもらってそれを書くとかできたりするの？あ、でもね、思いつきで今あのあれです、ちょっとコーナーも用意してるんです。あ、コーナーね。なるほど。はい、一旦じゃあこれを画面共有やめていただきですね。はいはいはい、はい、そうなんです。まだこんな早いとはって感じですけど。すごいね。そう、住田さんね、あの、そう、暗い、あの、まあ、暗いとかじゃないや、ヨーロッパ企画の年賀状も、うん、実は毎年作ってくれてるんですよ。はいはい、あ、作ってるというか絵を描いてくださってて、うん、それはあの、まあ、こう関係者の方々にお送りするものなんです、劇団からね、うん、でこれあんまりお客さんご覧になったことないかもしれないんですけど。そうね、これヨーロッパ企画の関係者にねお送りするような年賀状ですもんね。そうそう、なのでこれをちょっと昔のやつからちょっと遡って見てみたいなと思うんです。おー、見たい。皆さんこれが、あ、はいはい、これが2014年かな ?2014 年。はい。多分ここからメンバーの顔にしたんですよ。あ、はあ、はあ、はあ、メンバーそれぞれのね。そうそうそう。顔ですよね。そうね。だ、中が、だから、そうね。本田くん、中川さん、上田さんあたりはもう、多分ここで固まってますね。ああ、そうですね。もう本当だ。そうそう。やっぱその辺あたりは書きやすいんですね。僕とかもやっぱ特徴あるから書きやすいんでしょ。石田くんはね、はい、意外と難しいんですよ。その、え、目がと、やっぱりと、実は目が一番ギョロッとして特徴的なんで、はあはあ、あんま可愛くならないんですよね。あ、住田さんのこのテイストの絵には合わなくなるんだ。多分ね、意外と石田くんが一番僕試行錯誤してると思います。そうなんだ。うん、それは申し訳ない。まあ濃い顔だからね。いい顔なんですけどね、その。じゃあ次、見ますか、その次の年。はい。はい。すいませんね、ちょっとどんどんいっちゃうってんですか。ああ、これね。なるほど。うん、そういう目で見ると僕の顔。でも石田さんがなんか凛々しくなってるかも。凛々しくなったりとか、ちょっと迷いがあるんだ。ここちょっと頬骨描いたりとか。頬骨描いたり。はあ。確かに中川さんとか本田さんとか上田さんは変わってないですね。変わってないですね。酒井さんもまあまあ変わってないのかな。酒井もまあ難しいっちゃ難しいんですけどね。これ、住田さん、自分の顔は描いてないってこと？いや、下にね、一番右下に下なんです、羊を描いてるんですよ。そう、ああ、羊描いてる人が住田さんなんだ。今まさに自分の顔描きにくいんですよね、なんかね、自分のね、うん、あ、そういうもんなんですね。はい、そうだ、酒井とかもそのなんかドリルとか持たしてあ小道具で特徴ね。土佐さんも帽子かぶせてね。そうそうそう。左弦の持ちがちなんですね。
長野さんをちっちゃく書くっていうのもありますもんね。たまに。他との対比で。そういう。対応してます。ほうほうほう。2016年も見ましょうか。16年。これが。ああ。なるほど。僕で言うと、ほうれい線が生まれましたね、ここで。石田の編成を。石田の編成は。ポストって言ってますね。なんか変わってないですもんね。本田さん、上田さん、中川さんはもう全く変わってないですね。イエティがいますね。イエティ多分この年やってたんでしょうね。ああそうか。なんかそうなんです。どこまで言えるかっていうの難しいところだったんで、うん、まあ大年イエティにしとこうかぐらいの感じで。そうヨーロッパキングでいつも難しいんですよね。上田を入れるべきかとか。ね、どの辺までこう、ね、こうヨーロッパ企画っていう風にするのかっていうなかなかいつもたどり方のその都度変えてるんですけど、うん、婚約でね、これは婚約ですね、婚約ですね、確かに。では、次の、2000次17かな、はい、はあ、覚えてたのかな。あ、いっぱい増えてるかも。ああ、ほんとだ。黒木さんがいるかな。黒木さんとかいるのか。ニューエー黒木さんですね。うわー。あれ、石田さんの歯がどんどん出てきた。僕の歯出てきたね。確かに。頬骨も出てきたよ。ここも出てきたよ。僕のやつや、全然定まってないじゃないですか。こうやって見ると。顔がどんどん伸びていってますね。髪の毛もね、どんどん薄くなってってて。あの僕は大体なんか考えてたり、パソコン売ってたりするっていうのも。まあそうね。一番遠くを見てる感じは。心ここにあらずは常にやっぱり。目も見えへんし。西垣さんが多分いますね、その。西垣さんいますね。ああ、西村さんのだから左側にいるね。上田君の下に。あとロボット、坂井くんのロボットもいますね。あ、そうね。あ、いますね。またイエティか。関係性もね、ちょっとこう中川さんがやられてる感じも。あ、本当だ。諏訪さんにやられてます。おお。あ、じゃあちょっと次の年も、はい。犬の。あ、これはまた。これ犬年で。色もすごいな。僕は目尻のシワが僕はどんどん増えてってちょっとさんまさんに似てますよね。目尻がこれさんまさんのイラストでよく描かれるやつ。単純化してたらやっぱさんまさんと同じ要素なんですよ。目尻のシワが石田を試行錯誤してますね。そうでしょう、やっぱり申し訳ない。本当ですね。住田さんもちょっと顔が長くなりましたね。あ、確かにね。ああ、本当だ。住田さん、四角っぽくなって、もう目の目眼鏡の奥は描かなくなったね。もう。そして西村さんの目はもう線になったね。あれ、さっきまで丸かったのに。ねえ。だいぶ細くなりました。あの目だったのに、もう線になりましたね。簡略化。よくね、こう漫画家さんがどんどん簡略化されていくって言うけども。そうね。うん、あとお客さんがね、諏訪さんの大小っていうふうに書いてますね。これは多分あると思います。ああ、諏訪さんが大きくなったり。体が細くなってる。だいぶスリムになってますね。そしてこれは大年さんもいるんですね。大年もついにね。ついにね。あ、右上の西垣さんの下で、ね。西垣さんの下でね。大年。ああ。酒井さんの気分で書いたり書かなかったりしてるんですね。確かにそうですね。では次の。上田さん相変わらず考えてると。うん。おー、イノシシ。あー、これね。はいはいはい。な感じで。黒木さんが白髪になってるんですけど。黒木さん、この年から急に白髪になった。本当だ。ああ、そうなんだ。黒木さん、この年からもう染めるのやめたんですね。はあ。リコちゃんかな、下は。あ、リコちゃん。あ、リコちゃんですね。本当だ、オポスにね、所属したということで。うん、中川さんがあと箱乗り。中川さん、そうですね。箱乗りしてます。中川さんの眉間のシワがね、
こう、はい、強調されるようになりましたね。眉毛もなくなってね。あそして僕は何でしょうね、もう似なくなって似てないですよね、これはもう離れてるっていうだけの政治家みたいな、なんか似てないそう、そして次が、はい、あこれ、まあ、今年か、今年ですか、あなるほどね、こういう感じに、あかわいいな、これでも体がネズミか、みんなで チーズ食べてんだなこれでこれはやっぱりあれですか、こうベタ塗りじゃなくてこうトーンっぽくしたりとか、そうね、ちょっと印刷がどうなってるか分かんないんだけど、まあ、ベタベタしちゃうとなんかあれかなと思って、はいはい、すごいなこれ、スクリーントーンみたいなのがね貼ってた時代もあったけど、今こうやってパソコンでね、そうですね、スクリーントーンを貼ったんよ俺昔、あそう、あ実際変えたりしたんですか、しましたよ僕、スクリーントーン買ってきて、漫画描いてたってことですか、漫画を描こうと思って、うん、ケント紙買ってきて、はいはいはい、こんな、はいはい、でG ペン買って、おー、鳥山明先生の漫画教室みたいなああいう本で、はいはいはい、あれに言われた通りの書いて、ここで書いてスクリーントーンも貼ったことありますよスクリーントーンの話ですよいやだからスクリーントーンっぽいなと思ってちょっと言ってしまいました、漫画の知識を言ってしまいましたね。ちょっと時間ね残り少ないんですけど、はい、もうワンコーナーだけ言っていいですか。わかりました、あはい、もうワンコーナー、あでももう皆さん可愛いって本当に、ね、リコちゃんめっちゃ可愛いなって言われてる。本田さん、ネズミよりクマみたいだからさっきのやつですね。鼻の形、志村さん、チーズ食べるの可愛いとね、たくさんね、いろんなこと言って。次やるのが、時間のかかったイラストベスト3のコーナーです。ああ。これ最後にね。確かに、どんなもの、ちょっとだから、発注によって本当に多分、こう短くこう、短い時間で描いてもらうものもあれば、割とこう、しっかりと色も塗って描いていただくようなものもあったりして、はい、多分住田さんの中でもいろいろあると思うんですけど、はい、僕そうなんです、これ結構ねいつもこうお願いしてどんなぐらいの感じで仕上がってくるかわからないまま待つんですけど、はい、時々びっくりするようなこう手の込み用のものとかがあったりして、なのでちょっとこのコーナーを住田さんに選んでもらいました。あそうです、はい、じゃあ第3位から見てみましょう。第3位がこちらです。あこれあこれ新潟歌合戦っていう諏訪さんのミュージカルを作るんですけど、これは、はいはいはい、イラストレーションというソフトで作ったんです。はいはい。見るが意外と時間かかって、へぇ。そうそう。いつもと違う描き方をしたんで時間がかかったっていうやつですね。へぇ、これ、ね。面で描くということですね。そうですね。はい。道玄坂歌合戦のチラシだ。ここにねタイトルとか入ったりとかね、情報とかね入ったりしたんですけど、まあ、ピザ屋さん同士が戦うっていう話だったんでそうですねこの角度が難しそうですよね。確かに、ね、一応渋谷の道玄坂っぽい前の方に109があったりとかする。あ確かに確かに、ほんとだ、これ109だ、ちょっとあ右の手前ですね、うん、さあこれねずっと見てられるんですけど、ちょっと第2位にいっていいですか、皆さん。はい、はい、いろんなタッチの絵が描けるのがすごいな。これね、はい、そうそう、カウントダウンイベントですよね。そうだこのやっぱ出る人をなるべく描きたいなと思って、うん、やっぱ中川さんの股の間の人たちですよね、やっぱり出演者みんな描いてるんだこれカウントダウンのメインビジュアルですね、うん、すごい、お肉でそれのメンバーとか、の、ね、人たちがこうやって出てくれるから、うんうん、それを描いてるんですよね。そうそう、あとまあ主役が別に特に描きたくないなっていう感じめちゃくちゃそうですね、主役、いや主役いい顔してますけどねこれ。主役いいねでも勢いありますね。うん、
そうですね。このね、右下のこの手下たちもいいですね。こう手下たちね、いいでしょうか。手下たち西垣さん、これ清正？清正だね。ああ、合田、合田さんか？合田団地なんですね。はい、いいね。これは何でソフト書いてるんですか？これもさっきのやつみたいなやつかな。うん、またこれ。これ中川さん以外のヨーロッパメンバーの温度が低いっていうのはやっぱり。みんな見てますけどね、見守ってるけどね。住田さん見てないですからね。いやもうそうね。これはすごいな。確かに時間かかって、色もね、ちゃんとこう、これ着物とかも細かいよね、うん、スタジャンとかもね。そうだ、確かにね。これね、1位はね、僕、これおそらく1位じゃないかなって思ってたやつだと思うんですよね。どれだろう。ちょっといいですか。あれかな？1位こちらです。やっぱり僕もこれだと思った。タイタンだよね。これ多分実際のチラシはちゃんと背景がもうちょっとちゃんとした写真だったと思うんですけど、うんうんうん、あのちゃんとこの、理性小学校の写真にちゃんとこれがこう組み合わさってると、これも皆さん出演者の方々がね、うん、そうなんですけど、これ、まあ、人数の数もそうなんですけど、うん、馴染みのない人書くっていうのがなかなかそっかそっか見たことない方とかねそれはね、検索してもあんまり出てこない人とかでもやっぱ似てますよね。いやそう、なんか一個一個見たらね、割とねこの人だと思い出すんですけど、うん、いやこれ嬉しいよね、出演者の方もね、これ多分ね柏さんまでいますからね、これ柏さんっていうとね、立成小学校に、立成小の、はい、どこですか、柏さんは。あの一番上ですよ、一番上の真ん中センターに立成小のトップでね、山吹色の帽子か、ヨーロッパ企画スタッフですけどね、柏さん、はい、うん、ああ、その下はあれですね、青木さん、春子さんね、あーです、あピアノ弾いている、はい、両さんと、うん、やっぱこれかかったんですね。まあ一人一人のお調べのはね。そうね、丁寧にね書いてますよね。杉浦さんの挑発の時ですね、これ多分。どこ杉浦さん？真ん中あたり。真ん中ぶら下がってる。あ、ぶら下がってる、あれ、これは杉浦さんなんだ。髪なびいてるんで多分。本当だ、つなぎきてますね。あ、地味に時間がかかる。そして真ん中にね、関城さんとバッファロー五郎 A 先生もいらっしゃいますね。結構の関城さんの横の方は誰ですか？これ多分ね、村上くんだと思います。村上くん幽霊者よ、踊りこれ誰だろうなと思う時ありますよね。僕の中のイメージがやっぱこれこんな感じなんでしょうね。西垣くんと古藤くんとかか。古藤くんとかもね、うん、ね、懐かしいですよね。いやー、すごい。そう、お客さん結構だから、はい、何回やったら行きますとか書いてくださってますよ。あ、そうですか。で、なんか油絵とかは書いたりするんですか？油絵は書いたことないけどね、アクリル。水彩とか。アクリルか。あはい、中間ですかね。いやー、よかったな。あっという間にね、時間過ぎました。そうですね、どうなる、はい、うん。なんか、結局でも、1個しか書いてもらわなかったね、イラストは。本当だ。もっとたくさん書いてもらおうかなと思ってた。書いてるところ、まあまあ、でも書いてるところは、そんなもんですもんね。そうですよ。いくらでも見れましたよ、本当に。いつもいつもありがとうございます。まあ、今日はこんなところでしょうか。はい、ありがとうございました、住田さん。そして、西田もありがとうございました。はい。明日はですね、先ほどイラストにもありましたね、ハイタウンにも出ていただいておりました、企画ナイトでございます。うん、企画ナイト 16.5、リモート編。はい。出演者はヨーロッパ企画から上田さん、酒井君、そしてゲストに関城さんとバッファロー五郎 A 先生です。はい。ぜひぜひそちらもご覧いただければと思います。そして、
もう公開が決まりましたね。映画ドロステの果てで僕ら、今じわじわ封切りキャンペーンということになっておりまして、はい、まあね、うん、まずは京都シネマさんから6月5日ですか、始まります。そして下北沢トリウッドさんも、再開後すぐに、上映されるということになっております。各都市のね映画館さんもいろんな感染対策予防対策した上でいろいろと映画館が開けば、我々の映画、はい、公開されていくと思いますので楽しみにしておいてください。そして、はい、オンライン上映会もございます。これが6月5日に行います、うん、ご自宅から映画が鑑賞できるという、詳しくはねヨーロッパ企画のホームページ、はい、ドロステの果てで僕らのサイトの方を見ていただければ。そう、これね劇場でもあれです、うん、あのオンラインでもどっちも見終わった後にね、うん、あの URL がこう秘密の URL が案内されて、おメイキングが、ね、見れるということになってます。あのぜひね、これは嬉しいね。あとね、はい、このオンライン上映会チケット購入していただくと、その映画館の支援応援みたいなこともねできるんでね、うん、僕買ってみたんですけど、なんかこう面白かったですよ。面白いっつうのもあれですけど、どれを選ぼうかなとかってね、うん、そういうのもできるんで、ちょっとぜひ試してみてください。このグッズのイラストをね、住田さん描いてますよ。そうだ。そう。これ。今、手元にも持ってますね。手元にありますね。これ手元にありますね。実物を。こっちの方がいいよね。住田さんの実物の方がいい。これですね。はい。もう全部。これだって、あと中にもなんかイラストあるんでしょ、これ。このそこ、そこに。この中に。中はねちょっとねネタバレもあってね、ちょっとちょっとネタバレの絵があるんで、じゃあ買ってもらって映画を見てもらってですね、はい、はい、というような感じですか、うん、はい、ではでは、あ、本日もどうも本当にありがとうございました。コメントや、そうなんです、投げ銭もたくさんいただきまして嬉しいです、ありがとうございます。住田さん、はい、ありがとうございましたと沙織さんも言っていただいて、はい、よければチャンネル登録もよろしくお願いします。といったわけで本日以上で終了です。どうもありがとうございました。さよなら。